皆さんこんにちは、藤森哲也です。俺の急戦ヤグラ第3回は米長流急戦ヤグラ速攻型その2を解説します。 それでは先盤を使って解説していきましょう、えー、この局面は、えー、後手が先手がと手がヤグラを目指した局面ですね手が銀手が金手が、えーまあえー、先手が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 先銀が先手が えー、使っていく指し方を見ていきましたけれどもまあ後手からの攻めが厳しく、えー、先手はあまり良くなかったということで今回は2-6歩と飛車先を伸ばしていく、えー、指し方を見ていきたいと思います後手は7-3桂と跳ねて2-5歩8-5歩 七九角に、えー、ここでちょっと面白いって出ますね。五三銀左と、まあこの銀を使っていくわけですね。まああのよくある自然な形っていうのは、まあこの銀はもうカニがいの銀なので、まあ受けの銀で、えー、この右の銀を使って攻めていくのが一番自然なんですけれども、まあ九千ヤグラの速攻型にはこういう形がえあるんですね。五三銀左と上がります。 そして3六歩それに対して6五歩と早速仕掛けていきます同じく歩ここで8六歩と歩をポンポンとこう2回突き捨てて戦いが始まっていきます8六同じく歩6五桂 六六銀そして6四歩とこの桂馬を支えるわけですね。そして2四歩と同じく歩同じく角と、まあ、先手がこう歩を交換してきたんですけれどもまあこういうふうに交換 飛車先の歩をですね交換してきたら、えー、必ず2 3歩と受けるよううにしましょうまょ、あ、こうしないとですね先手からは次に2三歩と逆に歩を打ってきて、まあ、これを同金と取りますと5 1角なりとこう角とを捨ててくるんです、ね、まあ取るしかないんですけれども2三飛車成と金を取りながら飛車が成り込んできて、えー、先手があっという間に優勢になります。 なので、えー、こう2四歩同歩同角とこう飛車先の歩を交換してきたら必ず2三歩と受けるようにしましょう。それに対しては 4, 角であのこの角のラインでちょっと飛車がまあ取られそうというかまあちょっと嫌なあまり気持ちのいい形ではないのでここで8六飛車と走って。 八七歩に。八一飛車と。この角筋から。ちょっとそらして。飛車を逃げておくのがいい形ですね。そして先手は三七桂と。桂馬を跳ねます。まあ、この手に変わっては3。三七銀と。上がる手もあるんですけれども。まあ、それに対しては6。六六角と。角を切って。同金に五七銀。 打っていけばもう早速後手が優勢になりますなのでまあ先手はこの4-8の銀が動いてしまうとまあ途端に薄くなるんですねなのでこの場合は遊んでいる3-7桂と桂馬を使うのがいい形になりますそれに対して7-5歩と後手は仕掛けていきますもしこれを同歩と取ると 86歩同じく歩6六角と角を切って同金に8六飛車ともうこれはおなじみの形ですね十字飛車になります。先手は両方受けるには8八角しかないんですけれども7七歩と叩いても。 銀からガリガリ攻めていっても後手がこれはもう必勝系に近い形ですねなので、まあ、この7五歩に対して先手は、えー、取ることができないということでここから先手が反撃が始まります。まず 2四歩と歩を合わせまして同歩えまあこれで同角とするのは2三歩と打たれてしまってまあ何をしているかわからないので2三歩と叩く手がえこの場合いい攻め方ですね。同金と取りますと2四角と。 出られて、まあ、先ほど解説した。次に五一角なりを狙う手が厳しいです。これを同金と取る手もあるんですけれども。同飛車となって。えー、後手は二筋を受けるのが難しくなってしまいますね。まあ、部分的には。三二玉と。上がって受けるのがよくある形なんですけれども。四六角と戻って。まあ、二四歩と受けて。 まあこれも大変なんですけれどもまああの先手も十分に戦える形勢です2四歩と合わせて同歩に2三歩とした局面ですね同金もあったんですけれども4四角と角をこうひらりとかわす一手を見ていきましょう。 それに対しては。先手は二四飛車と飛車を走ります。先ほど七五歩と仕掛けてあるので、まあ後手は七六歩と。取り込むんですけれども。この遊んでいる桂を四五桂と気持ちよく跳ねて。まあこの局面で、まあ互角なながら、先手も十分に戦える形ですね。まあ銀取りなので。 後手は二銀と下がるぐらいなんですけれどもそうするとこの6四歩を支えていた駒がいなくなるので6四角とこの歩を払いながらまあこれでまあいい勝負なんですけれども先手が少し指しやすいのかなと思っています。 まあこういうような形で、えー、米長流急戦グラのこう速攻型を一通り解説してきたんですけれども、まあ、次回からはですすね本本格格的な、えー、本格型を調べていいいきたいと思います、まあ、この形は、まあ、すごい、えー、十字飛車をね狙っていく指し方で、まあ、シャープな攻めが持ち味なんですけれども、まあ、これは、えー、あくまで触りで次回からは、えー、がっつりとした急戦グラをまた解説していきたいと思います。 いかがだったでしょうか次回は先手2四歩その1九戦ヤグラの本格的な戦いを解説していこうと思いますまた次回も九戦ヤグラを使ってたくさん攻め筋を覚えていってください